はい、皆さんこんばんは、11月5日月曜日419回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、やっぱりちょっと朝あったかくあってですね、まあ、日中もですね、やっぱりいい天気っていうんですかね、の天気でして、結構皆さん散策ですね、していますし、まあ、紅葉なんかもですね、ぼちぼち、動いてきているという形になります。まあ、これからですね、松代の周りの山々がですね、だんだんと紅葉に、なってくるという形でですね、まあ、皆さん紅葉狩りに楽しみができるかなというような松代でございます。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、松代町竹山町にあります、佐久間象山先生を祀ってありますですね、象山神社の宮司さんの滝沢元井さんです。よろしくお願いいたします。今回象山神社でですね、象山先生がと他に5名の門下生の銅像ができるっていうことをちょっと奉納されるっていう形をお聞きしましたんで、今日はそういったことですね、どういったことでこういう奉納されるのかっていうのを滝沢宮司さんにお話を伺えればいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、最初にですね、象山神社はどこにあるかという形でですね、ちょっとお話を伺いますね。ですね、町歩きセンターが今ここにおります。今、中継して生放送になってるんですけども、これから西の方へ行きますとですね、郵便局ございますね。郵便局のそばにですね、この信号が一つだけございます。この信号をですね、南の方へ降りていただきますとね、象山記念館の近くにですね、ちょうど両側に灯籠がなんかありましてですね、そこ入っていただくと、ここが大きな象山神社という形になりました。はい、ですね、今回ですね、象山神社でですね、まあ、入り口にですね、こういった象山先生のね、銅像が、馬に乗った銅像が今あるんですね。はい、それからですね、まあ、宮司さんに持ってきていただいた象山神社のですね、こういったパンフレット、ね、これが講義亭になりますね。それからこれが茶室っていう形でですね、ありますし、あと象山神社のね、こういった形でですね、これが、これが聖火の跡ですね。入り口ですね。入り口ですね。はい、そんな形の象山神社でございます。できるだけ大きい声でしゃべってください。あとですね、象山先生のね、こういう馬乗ったところのね、これがあるんで、ちょっと珍しいなと思って、これがちょっとね、見ていただいてですね、はい、やっていただければいいみたいなことで、これがあれですね、銅像屋なんかでも全部元になるってこと、いいですか？そうですね、これは日本画家の伊那市出身の池上秀法さんという画家の方に描いていただいたものですね。はい、あ、そうですか。創建時ですね。これが元にして銅像であったりとか絵なんかも描かれているみたいな形でいいですか？そうですね。はい、分かりました。まあ、実際に今度ですね、奉納される形にあって、まあ、どうしてこういう奉納されるような話になったんですかね、ちょっとお話聞いていいですか？そうですね。まあ、今年は、はい、明治維新150年、はい、ちょうど象山神社も創建、まあ、80年ということでございまして、はい、ちょうど1年ほど前、はい、昨年の11月にですね、はい、ちょうど株式会社青木ホールディングスの青木宏典会長様が、はい、大変象山先生を敬愛しておりまして、はい、ちょうどご参拝にお見えになりました。はい、でそこで象山先生を 見出していただきました、はい、8代の生きづら子が、はい、象山先生はどこで初めてお会いしたんだろうということで、うんうん、境内のに隣接します生誕地の方へご案内いたしまして、はい、
多分この辺でしょうということで、はい、説明したところ、はい、じゃあここにじゃあお二方の三木綱子と増山先生の像を建てようかという話ございました、その時にはちょっとどうもあの境内からちょっと奥へ入りますので、そんなことでですね、じゃ あ, あの境内の方にちょっとご案内をいたしまして、せっかくですからということで、ちょうど絵馬殿の前が開いておりましてですね、この広場をちょっと整備していたして、お二方の立像を立てて、できれば、この明治維新という、ね、150年という年でございますので、文科生の皆さんどうでしょうかというお話を申し上げたところ、まあ、大変、まあ、グッドアイデアということで、実はあの文科生の銅像も胸像も、まあ、建てるというお考えを示されたわけでございます。まあ、話がとんとん拍子っていう形ですね。まあ、と偶然にですね、そのような方向になりましたですね。あのあれですかね、まあ、銅像を奉納されるけど、まあ、どんな人っていうのはね、あの、まあ、関係者っていうんですかね、さっき銅山先生の話っていうので、まあ、いろんな方がいらっしゃるので、ちょっとまたこれもご説明していただいていいですかね。そうですね、はい。まずあの見出していただきました、八代の生綱子、まあ、この方はご承知の通り、まあ、白河藩の松平真信ですね、あの、完成の改革をされた方ですよね、老中の時にですね、その次男で、がこの生綱子でした、その生綱子がこの七代の松代藩主、生高公に養子に入られまして、それから、文政6年、つまり33歳の時にですね、まあ、家督を継いで、まあ、8代の藩主におなりになったと。で10万両を拝したということで、まあ、増山先生のいろんな優秀さを見出していただいて、よく活用していただいたということであろうかと思いますね。それから、それから続いてあの実像とすれば、あと増山先生でございます。それは後ほどご説明申し上げます。それからあとご名さんですね、まず吉田松陰先生はあのご承知の通り、まあ、19歳で、まあ、増山寺に入門されまして、ちょうどペリー艦隊が2年目にこちらへ日本に参った時にですね、そこにあのいいですか乗りまして、あのペリー艦隊のその船に、まあ、密航しようということで、まあ、増山先生の激励文もそこにあったわけでございますけれども、それによってですね、まあ、伝馬町に書院、先生また増山先生と、まあ、半年ほど、まあ、牢に入るわけであります。でそれぞれ、国元のへの、まあ、蟄居ということになるかと思います。そのような、吉田書院先生でありますが、まあ、あの萩に帰りまして、まあ、野山国に幽閉されて、その時に松下村塾というものをができました、そこでは高杉晋作、久坂玄瑞とか、また第3代の首相をやりました山形有朋、それから初代の伊藤博文、そういった方々がそこで、まあ、育てられたということであろうと思います。勝海舟、それはね、この方はあのお名前が勝海舟でございます。増山先生の最初の塾の名前が海舟将軍、まあ、よくあのこれ軍艦というふうに訳されておりますが、それを自分の号にしたということでございまして、まあ、西洋砲術を学んでですね、その後万延元年1860年には咸臨丸の指揮官として、まあ、渡米しているということであるかと思います。まあ、いずれにしましても、やはり一番活躍されたのは明治元年1868年の3月14日に、
西郷隆盛と、また勝海舟によりまして、江戸城無血開城へのこう導いたということでは、大変こう貢献の今ある日本の礎の部分であろうかなというふうに思っています。ただ象山先生の、まあ、義兄ということで、海舟の妹の純子さんが象山先生の、まあ、正妻ということになっておりますので、義兄であろうかと思います。それから、小林虎三郎、まあ、18歳で、まあ、あの長岡藩においては、まあ、助教を務めるほどの、まあ、優秀な方でございまして、まあ、23歳で、まあ、象山塾に入門されたということで、あの吉田虎書院また小林虎三郎と象山門から二虎というふうにも言われております。で、まあ、明治2年に長岡藩の大参事になりまして、まあ、有名な米百俵の逸話のお話もございまして、生涯人材育成に、まあ、生涯を捧げられたという方であります。それから坂本龍馬につきましては、まあ、1853年から1年間、まあ、江戸で剣術に学んで、まあ、象山塾に入門されたと、まあ、その後亀山社中とかいわゆる海援隊ですね、そのものを結成したり、また慶応2年ちょうど明治維新の2年前薩長同盟を成立させて徳川幕藩体制の崩壊へ導くというようなことの発端を作られた方でもございます。しかしながら慶応3年翌年ですね、11月15日に、京都大宮において、中岡慎太郎とともに、まあ、暗殺をされるというような方でございました。あとはあれですね、象山先生に関しては勉強されてるって方なんか、象山中でもね、ゴールドマッスルクラブだとかあったりとかっていう、各戦下でもいろいろと勉強してる方いらっしゃいますからね。そうですね、ここには大変戦下があるようでありますが、象山先生については、まあ、象山戦下として、その戦下長は時の、まあ、御用商人でございました八田家の松江の八田新造さんによりまして、まあ、象山先生の当時を語っていただいていると。また象山先生、漢詩生涯ですね、600ほど作られまして、それにつきましても象山研究家の佐久間正美さんがその講義を行っていると。また今年は4月に県立大学ができました。象山塾ってのがありましたね。で、そこではその象山先生の生き様を取り入れて国際的人材を養成する、まあ、グローバル化というものをできたわけでございます。合わせて、今からまあ8年ほど前に、象山先生生誕200年という、この2011年でございますが、その時に、まあ、その時に年に活躍されたジャーナリスト、あるいは学者、あるいは経営者等を招請して、講演会を開催しておりまして、これも青木ホールディングスの青木宏典会長さんの、この力、また、国を動かす、あるいはご世界に関わる人を出したいと、まあ、そういった強い願いを持って、熱々い支援をいただいて、まあ、今年8回目を迎えたということが、象山塾ですね。まあ、象山でございます。はい。まあ、これもね、毎年やってらっしゃるんですね。そうですね。はい、まあ、結構いろんな著名な方ね、お呼びして勉強するっていう形なのでね。はい、そうですね。まあ、皆さん楽しみでやってらっしゃると思います。北斗文化ホールでやられたっていう形ですね。そうですね。はい。はい、それからですね、まあ、これ、先ほどもね、ご説明していただいたんだけど、この中でこういう序列をこういうね、配置図みたいな形がありますけれどもね、一応真ん中に真田さんっていう方、佐久間象山先生みたいな形ですね、こういう形で並べるような形になるですね。はい、そうですね。で、ここにレリーフっていうのがございますが、今境内に、高二邸という建物がございますが、これはちょうど築居が約9年ほどありますが、その最後の年ですね、草加玄瑞あるいは高杉晋作、また中岡慎太郎が、その時局を語るために、象山先生を訪ねてきて、まあ
飾られた3人の方、うん、レリーフを行って、声飾るっていう形でね、はい、その3人の一応建立したいということでございます、はい、これですね、県立奉納所幕式っていうのがあるんですけど、はい、これはいつですか。そうですね、はい、今月の11月の25日、25日でね、はい、はい、10時から除幕式を行います、はい、分かりました。それを受けましてまた、その後12時から式典また祝賀会と、はい、そんなことを予定しております、はい、まあ、お忙しくなりますですね、はいはい、まあ、最後になりますけれども、定山神社の宮司さんになられてこれで何年ぐらい経つんですか。そうですね、まあ、奉職したのは43、4年になりますか、うん、で宮司になりましたのはちょうど15年目を迎えております、ね、あ、そうですか、はい、これ80周年記念で一区切りついたという形ですけど、はい、今後どうですか、竹川宮司さんの思いというか、その定山神社をどうしに行こうかなっていうのを思いを聞かせていただいて、まあ、今回株式会社青木ホールディングズの青木弘則会長、はい、また、はいはい、青木高久副会長さんに大変このご常在をいただきまして、はい、銅像の建立ということで、まあ、結びついたわけであります、はい、合わせて境内の整備もいっぱいにこうしていただいたわけでございます、はい、まあ、これを契機に多くの皆さん方にまた銅像を見ながらですね、はい、定山先生の美徳と、はい、いうものをご覧いただきながら、はい、またその銅像からまた勇気をいただいて、うん、また自信を持って、はい、何事にもこう挑戦していこうという、うん、そんなパワーをこの銅像から受けていただければ、うん、こんな幸いなことはないかなというふうに思っております、はい、まあ、そんなことでぜひとも多くの皆さん方に、はい、ご参拝いただきながらその美徳、うん、あるいは強いパワーをいただいてほしいなと、うん、そんなことを願ってました。ああ、分かりました。はい、分かりました。まあ、これ目標に向かってですね、はい、まあ、また体に気をつけて、はい、はい、頑張っていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。矢北さん、はい、素晴らしい。ね、うん、やっぱり佐久間定山先生ね、もう見るとやっぱり今宮司さんもおっしゃったけどね、パワーもらっちゃうね。いいね、うん、じゃあやっぱりね、入り口の馬上の定山先生見て、今度は中行ってね、うん、今度はまた新しい銅像見て、パワーいっぱいもらってきちゃうね、うん、みんな元気になっちゃうね。まあね、七五三も終わったりもってね、七五三もやってたりとかね、はい、いろいろやってるしね、はい、いいと思いますよ。いいですね、はい、ぜひね、はい、参加25日以降で見に来ていただくと、ね、はい、参拝していただければいいと思います。ということで、お知らせを、はい、お知らせですけどもね、11月11日土曜日、はい、日曜日ですね、はい、武家屋敷のお庭拝見というのをね、ちょっとやります。一般の武家屋敷ね、今お住まいになっているところちょっとお願いして回るような形っていうのですね、まあ、春と秋と一応やってますけど、これからまあ紅葉の時期っていうので、ね、武家屋敷のお庭の紅葉っていうのも一つ見ていただければいいなというふうに思いますんでね、よろしくお願いします。お願いします。さてさて、はい、さてさて、来週はこれ、来週はですね、はい、はい、はい、今度はあれでね、宮坂さんですね。私ですね、はい、これは何をやるかっていうと、ですね、うん、まあ、松代じゃなくてね、うん、篠ノ井の有線放送なんですよ、うん、で、まあ、なんで篠ノ井かっていうとね、うん、そのアナウンサーの小関さんが松代の東側のお住まいなんですよ、うん、宮坂さんと同じだね。そうなんですよ、隣だね、隣だね、ちょこちょこって話しちゃったね。そうですね、あ、そうで、今お話したようにその、うん、篠ノ井の、ね、有線放送がですね、うん、はい、ですね、長野県のですね、うん、有線放送コンクールの番組コンクールで最優秀賞、うん、そうなんですよ、すごいじゃない、番組コンクール、何これ、何この主任さんが、そうなんですよ。それでね、うん、もう一つですね、うん、もう一個ね、うん、優秀賞、うん、優秀賞、優秀賞もね、うん、お知らせの方ですね、うん、お知らせの方でね、うん、優秀賞もらったんですよね、はい、すごいなことで、そうなんですよ、そのお話を聞くな、そう、そうなんですよ、まあ、表彰状も持ってくる、多分ね、持ってきてくれるんじゃないかと思うんですよね、どういうあれだかね、で、先言ったようにね、はい、その、で
できればね、うん、松代テレビだから、うん、松代よかったんだけども、うん、まあお隣だから、うん、ね、うん、お住まい、松代なんで東条なんでまあ、無理やりねこじつけてこじつけてね、第1回のだってメインパーソナリティ、あ、そうそうなんですよ、そうか、パーソナリティ、うん、2回目のね、うん、私ゲストで、あ、そうか、そうなんです、了解です、その方にね、はい、小崎ちゃんに出ていただいて、うん、まあ久々に出てくれたらね、顔が変わってるかな、そう、うん、まあ、お綺麗だから ね、 あ、そうかね、ますますお綺麗になったんじゃないかなと思うんですよ、はい、どうです、じゃあ来週はそんな予定で ね、 ね、綺麗な小崎さんがね、はい、いただくんで、はい、どうぞお楽しみということでね、はい、お楽しみと、いきますかね、今夜合わせていきますか、はい、じゃあ最後、はい、お楽しみ、お楽しみ。しゃべくり松代、また見てねー。